もアルマニアです。本日は5月の第3週目ということで、なんで2期来ないの、なんでこのアニメ2期が来ないんだよってアニメをご紹介というか概要を軽く伝えて、なんで来ないのか僕の感想なんかも少し付け加えながら3作品皆さんと共有していきたいと思います。で、今回このシリーズの第6回目なんですけど、このチャンネルにはもう一つ別のシリーズもあって、毎週おすすめな過去アニメを紹介してるので、見てみたい方がいましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。それではまず1作品目は学校暮らし。こちらの作品は2015年7月から全12話放送された作品で、原作は漫画タイムキララフォワード連載の全12巻刊行されております。本作の主人公竹谷由紀を中心に、シャベルを愛するくるみや、みんなをまとめるリーさん、おっとりした顧問のメグネーラの学校に寝泊まりしようという学園生活部の一見幸せな日常が、ある日突然人間をゾンビに変えてしまう感染症のパンデミックによって地獄絵図と化し、可愛い女子高校生たちが限界状態の中を生き抜いていく学園ゾンビホラー作品になっております。僕は当時この作品を初めて視聴した時に本当に衝撃を受けたんですよね。でもそのまあ1話の最後の最後まではめちゃくちゃ可愛い女の子たちがそのままわちゃわちゃと学校で寝泊まりする模様をキララらしくそのねゆりゆりした感じに描かれていたんですが、1話の最後そのなぜか学校がゾンビに襲われ始めた時は、あのねなんかねもはやその別のアニメを見てるんじゃないのか、そんな錯覚すら本当に覚えたんですよね。なんかその次のアニメが始まったのか、それともなんかその操作ミスで別のアニメに回してしまったのか、そう思ってしまうほど1話が本当にその衝撃的だし、1話ごとにねそのまあ毎回変わる中毒性のあるオープニングやメグネーに関するその衝撃のシーンの音楽なども本当に素晴らしいものがあるんですよね。で、イノリンさんに小沢亜希さん、高橋理恵さんに真央さん、そして茅野愛さんとマジで豪華な声優陣たちがよりねそのまあキャラの可愛さを引き立ててもいるので、僕と同じでそのユリ系あんまりその女の子しか出てこないアニメがその大好きにならないって方でもハマることは間違いないと思うので、見たことがない人はぜひ見てほしいなと思います。それでは学校暮らしを2期が来る可能性について少し探っていきましょう。まず原作ストック、原作ストックは12巻現時点で刊行されていて、まあ、1期がねそのまあ5巻相当までしか進んでないということなので、ストックの面はだいぶ余裕があるんじゃないのかなと僕的には思います。で、2期のアニメ化で一番重要なのは円盤の売り上げと言われてるんですが、学校暮らしの円盤売り上げは1本あたり平均3000枚程度と、そのアニメ化2期に求められる円盤売り上げのボーダー基準がそのまあ1枚あたりだいたい5000枚と言われてるので、まあ、残念ながらそれをねかなり下回っているので、まあ、円盤の面から見ると2期の可能性は低いのかなっていうのが個人的な、まあ、正直なところになっております。ほのぼのとした日常は主人公の妄想で、実は世界はゾンビだらけの週末を迎えていた、これが発覚した際の最高の演出で、まあ、そうですね、その過去の作品でいうところの日暮らしのねあの日常ほのぼのアニメかと思わせてからの嘘だーで、まあ、そのね作品の雰囲気が一気に変わるっていうあの名シーン、あの有名なシーンに、まあ、近いようなねそのなんか視聴者を一瞬で引きつけるね本当にあの素晴らしい演出の数々は圧巻だし、そもそもまあちょっとね結末的に2期が来るかどうか分かりませんが、こうね2期が来なくて困ってるシリーズでも取り上げてほしいっていうコメントをね数多くいただいた作品なので、まあ、今回僕らに、ね、考察させていただきました。まあ、ですけどね、まあ、本当にこの作品の見せたいことはねもう本当に1期の時点で全てほとんど出し尽くしてるのかなと思うものもあって、まあ、残念ですが2期はちょっとまあ来ないのかなと個人的には思っています。続いて2作品目はこの素晴らしい世界に祝福を。こちらの作品は1期が2016年10月から全10話、2期が2017年1月から全10話放送された作品で、原作はスニーカー文刊行の原作全17巻刊行されております。で、このスバはねそのまあちょっと3期が来るかどうかっていうそういう考察になってしまうんですけど、 Twitter の DM なんかでも本当にねありがたいことにめちゃくちゃこのね、まあ、このスバの3期が来ると思いますかって僕自身ねその聞かれるので、もういっそれも動画でやっちゃえと思ってちょっとねその、まあ、2期ではないですが今回考察させていただきます。不良の事故で命を落とした高校生のカズマが女神のアクアに異世界の転移を持ちかけるところからこの物語は動き出し、アクアに異世界に望むものを1つだけ持っていけると異世界転移を勧誘されるも、アクアがカズマを小バカにして笑い転げていたことから、カズマはその腹いせに異世界に持っていくものとしてアクアを指定し、アクアを異世界転移に巻き込むんですね。そしてアクアを連れて異世界アクセルの街に降り立ったカズマは運勢だけが異常に平凡な冒険者となり、爆裂魔法の使い手だけど一発撃つと動けなくなるアークウィザードのメグミンと、見た目は美女だが妄想癖のある攻撃が全く当たらない変態クルセイダーのダクネスらを仲間に加え、彼女らの問題行動に振り回されるドタバタの冒険模様を描いていく異世界ファンタジー作品になっております。作画崩壊が許されるアニメ、そんな作品にこのスバはなっておりまして、作画崩壊したらもうギャグ要素の一つになってしまうほどのテンポのいい、そして個性豊かすぎるキャラたちの掛け合いは本当に見ていて素晴らしいもの、もう面白いものがありますし、作品をねそのまま見てる方ならわかると思うし、まあ特にそのまあこのスバラジオなどを聞いてる方ならねそのより詳しくわかると思うんですけど、本当にその声優陣が楽しみながらそのはっちゃけながらアフレコをしてるっていうのが、特にねまあその中の人を知ってる方からしたら、まあ、浮かんでしまうほどのねその思いっきり弾けてるのが
伝わってくるアフレコは本当に見ていて面白いものがあるんですよね。でただそのまあコメディだけでなく男受けを狙ったちょいちょい含まれてくるお色気シーンなどもとてもいいものがあるし、下ネタのある笑いや日頃のね、まあ、ストレスを発散できるギャグの連続が本当に見ていてたまらないので、コメディ好きにとっても最高の作品で、まあそのまあ言うならばその誰からでも愛されてる、この表現が合ってる作品なのではないでしょうか。バカなはユナミンエクスプロージョン、トントン。そしたらちょっとこのスパも2期の可能性について探っていきますと、原作ストックは先ほど言ったように17巻まで刊行されていて、まあアニメではそのまあ4巻相当だ、その1期でその22だと1期で1、2巻で2期で3、4巻っていうね、めちゃくちゃそのまあ結構割と遅いペースっていうか、ゆっくりしたね丁寧なペースで原作はね進んでるってことなので、まあストックはね十分あるのかなと思っています。そしてその円盤売り上げに関しては1巻あたりの平均が1期2期ともに1万枚もの売り上げを叩き出しているので、円盤の面から見ると3期が来る可能はもうかなりというか本当にもうだいぶ高いのかなと個人的には思っております。で原作の方はそのまあ今月の頭ら辺に完結をしてしまいましたが、このファンっていうそのスマホアプリがもう最近ね結構最近そのリリースされたことで、まだまだねその終わらせるコンテンツではないぞっていう運営の強い意志を感じられるし、まあ原作も売れている、電波も売れている、でさらにはその期待もされている、こんなアニメがねまあそのね3期が来ないわけがないと思うので、まあ原作者のねその暁夏目先生の戦闘員派遣しますってそのアニメがね、アニメが決まったので、それが一旦落ち着いたらまあ3期は来るんじゃないのかなと僕的には思っております。で制作会社もここ最近不調のスタジオディーンさん制作なので、その点もかなりでかいのかなと思います。そうしましたら早くも最後の作品ですね。3作品目は私に天使が舞い降りた。こちら作品は2019年1月から全12話放送された作品で、原作はコミックゆり姫連載の現世全7巻刊行されております。オタクで人見知りな女子大生星野都がある日、妹の日向が新しく連れてきた友達の花ちゃんことまさに天使な小学生の白崎花を見た瞬間、私に天使が舞い降りたとドキドキが止まらなくなってしまうところからこの物語動き出し、そこに姫坂ノアや松本幸子などの個性豊かで可愛い美少女たちをさらに加え、どうにか花と仲良くなろうと奮闘するミャーネーが超絶可愛いロリッコたちとドタバタ日常を過ごしていく仲良くなりたい系スケッチコメディ作品になっております。女の子しか出ないユリ系作品にあまり関心のない僕と同じハールマーの仲間たち、わたてマジで見てくれ頼む。あのねそのまあ後ろをねこうやって見ていただいたら分かる通り、まあロリッコキャラ、ロリ系キャラが好きあまり好きになれない、そんなねもう本当に男が出てこない作品があまり得意ではない僕が、ここまでねそのまあロリキャラをそのまあ長谷川コバとの次にねそのここまでねロリキャラを好きになれた作品は他にはなくて、ロリがあまり好きじゃない方はとりあえずこの作品をマジで見てみて、そのまあ学校暮らしもいいんですけど、個人的にはねそのまあこっちのワタテンの方が見てほしくて、マジで可愛いよ、そのガチで天使なんですよね。で可愛いキャラたちの行動がいちいちとっても可愛く、特にねその花ちゃんがお菓子やメロンパンなどを頬張ってる姿本当にたまらないものがありますし、作画も安定していて、個人的にはねそのストーリーも面白かったのがこの作品の推せるポイントの一つなので、とりあえず見たことがない人はワタテンマジで見てほしいなと思っています。そしたらちょっと2期の可能性について探っていきますと、まず円盤売り上げは1回あたり約4000本の売り上げと5000本というちょっとねその目安にはギリギリ到達してませんが、円盤の面から見ると2期の可能性は十分あるんじゃないのかなと思います。ただ若干ネックなところがありまして、でもその原則ストックが現時点で7巻までしかなくて、1期では4巻相当まで放送されたということなので、そもそもその原作ストックが足りてないっていうのが非常にネックでもあるし、もし仮に1期と同じ分やるとしたら現時点ではねそもそもその関数が足りてもいないので、物理的に2期は今のところは厳しいのかなと思っています。だけど本当に根強いファンが多い作品で、グッズやイベントなどでの収入も多いと思うので、まあ、半年にねその1巻程度の観光ペースを考えたら来年再来年までには2期の放送もあるんじゃないのかなと個人的には予想しております。っていうか来てください、お願いします、マジで見て、ガチで見てみて。以上で全ての作品は白になります。はい、いかがだったでしょうか。第6回2期が来なくて困ってるシリーズでは、学校暮らし、このスバ、私に天使が舞い降りたの3作品のご紹介とともに2期の可能性について今回探っていました。であくまでここまでの話は本当に個人的な意見だし、たとえ円盤が売れてなくても原作が売れてなくても続編が来るよってアニメは思いのかあると思うので、本当にねもう何度見返したことかわからないと思いますが、また1期を見返して2期が来るのをみんなと一緒に背中く待っていけたらいいなと思っております。ぜひですね皆さんの続編が来てほしいアニメなんかもこの動画のコメント欄に書いていただけて嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回ご紹介した作品の中で見ていたアニメが一つでもあったよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますのでツイッターのフォローもお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう。カチョフゲツ、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 カチョフゲ